皆さんこんにちは、紙工房のキングダムです。本日は今週から開催されます、おしゃれ歌マクロスの昇進情報第2弾の方のご紹介をしていこうかなと思います。はい、第1弾は紹介しましたし、この後第3弾も出るかなと思います。はい、では第2弾のご紹介です。まず1点目ですね。で今回は、ゲーム内のプレートイラストを使用したマグネットやマルチケースなどが登場ということで、まず第1点はこれパーカーですね。フルグラフィックパーカーで、フロンティアバージョンとデルタバージョンがありまして、こちらは受注商品となるので、欲しい方は全員買えますね。いけばで、フロンティアとデルタをイメージした柄のパーカーということで、価格は 12,980 円税込みとなってます。こんな感じですね。こちらがフロンティアバージョンで、こちらがデルタバージョン。フロンティアはちょっと黒っぽい感じですね。でデルタはちょっとネズミ色っぽい感じのパーカーとなってます。はい、で続いてはストーン風のチャームとなってまして、民名から、ワルキューレまでの、歌姫10キャラ分の、ストーン風のチャームとなってます。こちらは、ランダム式っていうわけじゃなくて、普通に選んで買える形となってます。値段は583円です。はい、で続いてはマグネットですね。アクリルマグネットワルキューレバージョンとなってまして、ワルキューレのヘッドプレート、統一となってますけど、はい、統一系の、ワルキューレのプレートとなってます。プレートのマグネットとなってまして、こちら、ブラインド商品となってます。はい、で価格は660円。で先ほどと同じのワルキューレのプレートの、マルチケースですね。こちらもブラインド商品となっています。価格は660円。で、こちらが缶入りのドリップコーヒー。コーヒーですね。で、フロンティアバージョン。こちらは、第1弾の時にもありました商品っていうかプレートで、ファーストアニバーサリーかな、時のプレートとなっています。価格は1980円となっています。でコーヒーは3杯分ですね。で第2弾はこちら、こんだけの商品となります。まだ多分追加されると思いますので、欲しい方は、4月の28日29日30日、から行ってみてください。はい、28、29はすでにもう予約といいますか、抽選が行われてますので、応募してない方はいけません。私も絡めだけ送って、その後の登録をやってなかったので、初日、2日目といけないので、5月1日あたりに行こうと思います。はい。今行かれる方はよろしくお願いいたします。という感じで以上とさせていただきます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の。おしゃれマクロスの情報でお会いいたしましょう。